チカナン始まりました。え、本当に始まった？始まったよー。イエーイ。皆さん、こんばんは。こんばんは。すごいね、もうみんなとつながってるのこれ。そう、すごいね。私たちが出会った作品はエウレカセブン AO という、はい、いう作品で、あれは何年かな、2012年ぐらいかな、うん、にやってて、私が主人公の島での幼馴染の役だったんですよね。かなこがヒロイン で、うん、で私が、主人公が所属するパイロットチームのメンバーだったんですよ、うんうん、髪の毛がすごい色だったね。ピンクのねチカナン、楽しかった。ちっブルーレイも買ったって。えー、嬉しい。なんか AO 新宿での上映会イベント行きましたとか、嬉しいね。すごい嬉しい。なんかあれもさ、あのエウレカのさ収録もツークールだったんだよね。で今ねツークールのアニメって結構少なくて、うん、でツークールだった上に若い人が多かったのよ、その現場、うんうんうん、みんな若かったの。主人公中学生の男の子がやってたし、私そうそう、で高校受験だとか言ってね、みんなで受かったおめでとうとか言って ね懐かしい、懐かしい。でね、あの監督さんが毎回ねパンを差し入れしてくれてね若さん若林音響監督っていう方が、そうで若い私たちはパンを取り合うんだけど、うん、でもね若いって言ってもまあ私たちはどちらかといったら若いチームでも年配者っていうの、そうだね、若いけど若くないチームだったわけ。ゲの女みたいな。パンをね、パンを一番に選んじゃいけないと思って、うん、いいよ好きなの選びな、ね、あ、本当に一番に選びたかった。だってそりゃ食べたいパンあるもん。え、さっきかなこのそういうとこ好きだよ。嘘だけど私は大人だから、うん、そこはちゃんと若い子にね先に選んでもらって食べてた思い出。チカナン、バイバーイ。バイバーイ。